シャトーヌフイコール・シュル・シェールは、フランス、サントル・イコール・バルド・ロワール地域圏、シェール圏のコミューン。1038年、デオル・シャトール・領主は、神の救戦を望むブールジュ大司教、エーモンド・ブルボン引入軍を打ち負かした。1183年8月10日、傭兵の首領レーモン・ブランは、シャトーヌフイコール・シュル・シェールで死んだ。1569年、 カトリック教徒と新教徒との間で激しい衝突が起きた。古いシャトーヌフの教会は焼かれた。聖ピエールに捧げられた新しい教会が建てられ、1588年4月6日、ブールジュ司教、ルノード・ボーヌによって建造された。祭壇には聖クレマン、聖ジャック、聖サンフォリアンの聖遺物が含まれている。教区はもともと、 シャトーヌフの城が建設されるまでマリニーに位置していた。城は魅力の柱となっている。フランス革命時代、モンターニュシュル・シェールと改名させられていた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。 1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。